こんにちは皆さん、日本語出せようこそ。この動画はなぜ日本語で、まあ後でわかると思います。実はですね、今回は現在で投稿されている Behind the Names というシリーズについてちょっと話したいと思います。まずはですね、本当に感謝したいと思います。家族もパートナーも友達同僚など、このシリーズを始めてから多くの褒め言葉を、もらって大喜び。実はですね、今までの、褒め言葉をもらったので本当に嬉しいと思います。皆さん心からありがとうございました。これは興味だけで、まあ具体的なリーチはどうですか、登録者の数はどうやって増えたのかというのことはあまり気にしないんですが、いや、動画でのコメントも直接に話してくれた人の、言葉は一番大事だと思います。そういうようなサポートは非常に刺激になります。皆さん本当にありがとうございました。心から感謝しています。ですが、この動画のシリーズは一旦やめます。まあやめるというより、投稿頻度を減らすことにしました。現在は週に1回動画を投稿してるんですが、これからは多分月に1回ぐらいにします。なぜかというと、目的に脱線してる時がする。目的を果たすためにネイティブに近い上級な日本語のレベルが必要です。その上級なレベルがいつ果たすのか、いつか果たせるのかも全くわからない。でも本気に頑張るしかありません。この動画の目的は Behind the Names というシリーズは本当に堪能してるんですが、目的に脱線させている興味だから、これから収める時間を減らす方がいいというメッセージを伝えることです。とりあえず筆記日本語を練習するために日本日記というブログで読み解き練習をやってます。よかったら読んでみてください。それでは皆さん、もう一度ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バイバイ。